こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。今回は60歳から65歳の誕生日の前々日までに初診日がある場合の注意点について説明します。初診日に被保険者でなく60歳から65歳までの間に初診日がある場合は、初診日前日の時点で保険料納付要件を満たしていなくとも障害基礎年金が支給されます。この場合の注意点は次の5つです。 1. 60歳以上65歳未満でも厚生年金に加入している人は国民年金第2号被保険者に該当するため、初診日に被保険者でない者には該当しません。 2. 3分の2要件または直近1年要件を満たしている必要があります。 3. 直近1年要件は直近の被保険者期間にかかるまでの1年間が対象となります。 4. 老齢基礎年金の繰り上げ請求を行った人には適用されません。 5. 障害厚生年金は対象とならず、障害基礎年金のみが適用されます。少し難しい内容だと思いますが、保険料納付要件に重要な考え方ですので、なんとなくでも覚えておいてください。